まあ、演出やってみようっていうのもやっぱりね、アニメーターとしての限界を感じてたから、まあ、自分では限界があるけど、まあ若者には限界はないわけよ。アカデミア10周年というわけで、今回はですね、新聞ゲーザでアニメ未来のリトルウィッチアカデミアと、魔法仕掛けのパレードを、アニメスタイルさんのイベントで上映して、吉谷さんたちが登壇するということで、密着レポをします。というわけで、監督の吉谷さんとプロデューサーの堤さんで、車で向かってます。イエーイ、よろしくお願いしますお願いします。なんか YouTube っぽいですね、この確かにね、車 YouTube これ初じゃない。いや、初撮影機能でしょ初の試みっす。いや、こういうの大事だよね。トリガーチャンネルもどんどん YouTube に近づいてる感がありますね。10年です。リユニオンね。リユニオンっていうのは同窓会。まあそうですね、同窓会。その当時の若手アニメーター育成プロジェクトの時の若手ですね。そうですね、スタッフでやった、坂本さんと半田さんと金子さんと一緒に今日は吉谷さんが登壇する。はい、はい、みんなね、ドキュメンタリーとか見るとめっちゃ若かった。なんか時が流れた感ありますね。みんな変わってないな。そっから始まってるわけだよね。そうですね、みんな体制してね。体制して、まあでも今にして思えば、まあ出来上がってたってことだよな、ある程度。そうじゃない、今やってる教育とは全然違うよね。吉谷さん的にはどうなんですか、その3人が、うん、今もその会社でこの10年を残っていますか。乗り切ってね、生徒というかさ、あんまりその師匠と弟子みたいな感じじゃなくて、その時を教えて、まあ、あとは頑張ってみたいな感じっていうかね。そりゃそうだね、うん、なんだろうな、トリガーに来るためのきっかけだったというかさ。ああ、確かにね、それはそう。なんか俺が教えたからどうこうっていうことじゃないんだよね。あとはまあ自分次第なんで。そうだね、確かに。吉谷さん、その、まあ、初監督作品としても10年で、みたいなことじゃないですか、どうですか。本当に何もないよな。監督作っていう、なんかそういうね、気負いはなかったのよ、全然。だから俺としてはその演出の勉強っていうつもりだったよね。おー、まあ演出家としてはね、本当にね、素人みたいなもんだったからね。確かにね。あ、それが、まあ、映画になって、まあ中編になってね、テレビシリーズになってね。まあ、だからその時はまだ続くとは思ってなかったってことだよね。ああ、はい、そうじゃないの。まあそうだし、やっぱりそのアニメ未来っていうさ、人を育てるためのものっていう場っていうことが一番重要かなと思ってたから、それがまあマストなわけじゃない、作品というよりはさ、その事業のための。ほうほう、だからまあそこが一番気になったそこなんだよね。本当にその教えるみたいなことができるのかっていうさ、はい、なんかその本当に自分が手を入れずに教えるだけで作品作らなきゃいけないぐらいの、まあ実際には書いちゃったけどまあそういう縛りではあったからさ、それは本当に難しそうだなと思ったけどね、今となってはじゃあ、まあそれがなんか人を育ててみようかなっていうことのきっかけにはなったと。ああ、なるほどね、まあね、講義やったりとかね、今はやったりとかしてるもんね。はい、まあ、だからやっぱ自分では限界があるけど、まあ若者には限界はないわけよ。なるほど、可能性があるわけ、自分に比べたらさ。まあ演出やってみようっていうのもやっぱりね、アニメーターとしての限界を感じてたからっていうのもあるからね。熱い話ですね。まあ、なんか自分でね、何か自分の力で何かやろうと思っても、まあやっぱりそこに限界を感じてたってことなんだよね。自分の一人の力でやるっていうことにさ、はい、なるほど。まあなんか組織というか、
人の集まりっていうもんじゃないと、まあなんか自分の限界を超えられないなっていうことがあって、そうするとまあやっぱり自分の考えだけというか、やっぱり周りを大事にしないとダメだなっていうことなんだよね。学び、まあ若者の力でやれることとね、うん、若さでやれることと、うん、若くなくてやることは同じじゃないってことなんだ、うん、そういう意味ではじゃあ、まあ、その時にいたじゃあ坂本さんが今はそのキャラデザインやったりね、旦那、うん、さんもまあね、監督もね、そうですね、一応全員みんな、ね、出世といいますか、まあうん、ちゃんとキャリアをね、そうですね、キャリアを積んで、確かに、まあ、中堅というかもうベテランに近いから、はい、感慨深いみたいな感覚はあるんですかね。感慨深い、いやまあ10年ってもうそれもさ、ちょっと一回りしつつあるというかさ、はい、みんなもうキャラデザー、まあ、結構だいぶ前になっちゃってるわけだからさ、そうですね、うん、まあだから彼らはこれからどうするかってことで、ね、まあそうね、まあこれから教える立場に俺の立場になってくるけど、ね、確かにね、一回りしてさ、うん、まあそれを思うのかどうか、うん、それはそう、そうなっていくんだね。的にはどうなんですか。何が、まあ10年経って、10年経って、まあそうだよね、まあトリガーもね、あの時はね人も全然いなかったからね、まあそういう状態ではなくなったよね、人も入ってくれるようになったし、まあでもなんかこういう作品がやりたいなって言って入ってくれる人がいっぱい来てくれてるから、まあ、その人たちが自分たちの作品を作れるようになるのがいいよね。やっぱどういうことがやりたいとか、こういうものを作りたいっていう人の気持ちの方が大事だからね。なんかそういうことを思える人がなんか後に続いて、なんか作れる現場になればいいよね。ザス何をわざわすって。半田さん元気ですか。元気です。いやいや、もう片足来てるから。自転車で来ましたよ。ありがとうございます。おはようございます。どうですか、坂本さん。緊張してます。金子さんは元気ですか。今撮ってる。撮ってます。やばい。元気よ、元気。元気にやってます。当時ドキュメンタリー見てた人とかが見たらみんな嬉しいんじゃないですか。金子さんが元気にやってるみたいな。いや印象ないの。いや、そんなことないよ。映像でやっとこの3人が。確かにいるのか、貴重、いや貴重ですよ、確かにね、その確かにドキュメンタリーぶりなんで、あ、そうじゃん、そうじゃん、そうですよ、ドキュメンタリーぶり、その映像だった、あ、映像だった、リトル関係で、ゲストで登壇される方に皆さんちょっと一筆書いていただいて、はいはい、それを取る、あ、確かにそうですね、ありがとうございます。下書きとかできないのか、鉛筆、鉛筆されていいですか、はい、もちろん、これ一発書きですよ。パワハラですね。取りました。取っちゃった、取りました。よろしくお願いします。若手アニメーターを育てるというプロジェクトで作られた作品だったんですね。はい。で、今日来ていただいた3人の方がその時の、当時は若手、今ではもはやベテランでいいですかね、まあ、本人たち的には中堅です。そもそもそれまでに新人を育てたことはあったんですか。いや、全くないですね。だからその時も本当にこれやっててこの人たち育つのかなみたいな感じだったんで、その労力たるやすごいものだったんだろうなと今改めて思いますけどね。僕としては言葉で伝えるというか意味を伝えたいと思ってやってたんで、まあ、絵は一応描くには描くんですけど、それはあくまでそのコミュニケーションのために描いてるんで、なんか楽しそうにシートいじるなっていうちょっと記憶があって、吉成さんがなんか爪術とかもなんでこういう感じの爪にしたんですかって聞いたら、なんかそっちの方がなんか面白そうだからとか言いながらこう
なんだろう、楽しみながらシートつけてるのがちょっと印象的で、もうちょっとこう遊びながらやってもいいのかなっていう気はしましたね。いや、10年経ったんだから、もう今度は俺の立場になるってことですよ。まあ、人を育てなきゃいけない立場になるってことですね。そうですね、教育とか、ね、うん、俺何もやってないんですよ。俺だって何もやってないんだって。まあ、こうやっていい人と関わって、まあ、育てるっていうと、まあ、口はばったりですけど、まあ、何かその新人に手を貸すみたいなことをするってことが、まあ、僕の転機になったというかね。そうやって、まあ、まあ、新人と関わることで、自分の、まあ、可能性もまだ残っているみたいなことを感じられたということが、一番収穫だったかなと思います。まあ、ちゃんと本当に順調にキャリアを積んでくれる人たちが残ってくれてることが、もう財産だなっていう感じですね。なんかこれからのなんかトリガーも楽しみに見といてください。待ってろよ。終わりました。イベントお疲れ様でした。お疲れ様。まあね、10年。だから10年っていうのがそんなにね、実感できないんだよね、この年だと。あ、はい、まあ、みんなその20代のさ、20代から30代っていう、まあ、一番変化の大きい時期に経験したことだろうから、うん、あれだけど、私は違うと。そうなんだね、ちょっと下り坂感があるんだよね。人生にさ、あの参加とともまあ、心に残る作品とはなんかなってるっていうのがなんか素敵じゃないですか。うん、まあ、一つの節目にはなったんだろうなと思うけどね、はい、そのキャリアの転換点というか。ああ、そうだね。それで言ったら俺もそうだけど、まあでも何かやることっつったら何か作っていくことしかないからな、うん、まあそれでそういうちょっとした楽しみをみんなに提供するってことを何かあとどんだけ続けられるのかなぐらいな感じかな。しんみりしてません？まあでもいいか。そうね、なんかね、いや、なんかこう振り返るみたいな手にされるとそうなっちゃう。過去を振り返ってばっかじゃダメなの。確かに。それはそう。じゃあこの過去があってこそ、そう未来があって、うん、そう、アニメの未来なわけよ、我々が。我々がアニメ未来や。チャンネル登録、高評価、熱いコメントお待ちしております。よろしくお願いします。